こんにちは。今ですね、注目のヘビー級の、一戦、WBC 世界ヘビー級タイトルマッチで、王者のフィーリー選手と、ワイルダー選手の一戦が終わりまして、でこのね、注目の一戦をまだご覧になりたいという方がいらっしゃいましたら、この動画の視聴をお勧めしませんということは、冒頭で申し上げます。はい。で結果がですね、11ラウンド、フィーリー選手が、ワイルダー選手をキャンパスに沈めての、TKO 処理というところで、フィーリー選手おめでとうございます。いやすごかったですね、もう倒し倒されるの展開で、でまあ、ざっと内容、試合内容としましては、3ラウンドですよね。3ラウンドに、フィーリー選手がワイルダー選手からダウンを奪うと、最初のね。で、次の回で、今度はワイルダー選手が、フィーリー選手から、ダウンを奪うと、で、またさらに、追い打ちをかけての、2回目のダウンっていうところで、まあ最初のワイルダー選手のダウンでちょっとやばいかなっていうふうに思ったんですけど、大丈夫でね、ゴングが鳴ってというところで、でおおと、で次のその回でフィューリー選手から2回ダウンを奪ってってところで、これもう勝負決まったかなっていうふうに思ったんですけどね、試合が終わることもなく、想像以上に、ね、こう伸びたと、で、まあ、伸びて伸びて、で10回ですね、10回に、フィーリーがワイルダー選手からダウンを奪うと、でこれもね、決まったかなと、疲れてるように見えたんで、ワイルダー選手が、これもうね、試合が決まっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、ここも決まらずと、で、まあ、11ラウンドに、まあ最後ね捕まってボーンって倒されちゃうんですけど、ワイルダー選手が、でまあこれで勝負ありってとこだったんですけど、まあすごかったですよね。本当にすごいしかちょっとね申し訳ことできないんですけど、いやーヘビー級の試合はねやっぱ最後の最後までわからないですね。で、勝敗予想としては、まあ、動画には上げなかったんですけど、まあ、自分ワイルダーかなと、まあ今回のね、このワイルダーフューリーさんっていうので、今までの2回っていうのが、1回目が引き分けで、2回目が、7ラウンド TKO でフューリーで、今回3回目で、11ラウンド TKO でフューリーっていうところで、まあそのね、あれで見ても、ドローフューリーワイルダーかなって思ってたんですけど、ドロー、フューリー、フューリーでしたね。なので、まあ、この勝負っていうのは、フューリー選手に、まあ、軍配がね、上がったってところなんですけど、まあ、自分、フューリー、ワイルダー選手勝つんじゃないのかなと思ったんですけど、想像以上にね、フューリー選手強かったですね。もう4ラウンドでね、行ったかなと思ったんですけど、やっぱこれがボクシングですね。っていうところで、まあ、この注目のね、ヘビー級の対決、は、フィーリー選手が、勝ったというところで、まあ、フィーリー選手は本当におめでとうございます。でまあ、この間のね、ウシクと、ジョシュアの、試合もちょっとね、動画にしたかったんですけど、自分ちょっと、泊まりでねちょっと出かけておりまして行けなかったんですけど、まあ、そういう時もねありますので、まあ、このね、動画の視聴をしてくださる方々もね、まあ、大勢いる中で、まあ、できる時とできない時ってありますけど、まあ、なるべくねこう作れていけたらなというふうに考えております。はい、ってところでですね、今回のヘビー級の、対決は、フィーリー選手というところでした。はい、皆さんもですね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。以上です。